ストンが高速で往復するシリンダー部分。動力を生み出すエンジンの役割そのものを担うこの部品は、鋳造、キャスティングという技術で作られています。日本を代表するエンジンブランド、ヤンマー。その鋳造部門を支えているのが、私たち、ヤンマーキャステクノです。鋳造とは、古代メソポタミアから伝わる加工方法で、鉄を高温で溶かし、砂で作った型に流し込み、製品を作る技術。それだけに、現場は職人たちの世界。危険、そして過酷。仕事は見て覚えろ。みたいなイメージがつきまといますが、いえいえいえ、それはちょっと前の話。今はラインも自動化が進んで安全。技術の定量化や研究開発の進歩で仕事も覚えやすい。何より現場で困りごとがあればすぐ相談してすぐ解決。日々働きやすい環境へと生まれ変わっています。そんな空気を作っているのは他ならぬ現場のスタッフたち。ある朝、クロスオーバー SUV で颯爽と登場した日焼けの似合う可愛い系イケメン男子。実は彼、こう見えて若干27歳にして作業長を務める職場の若きリーダー、平野雄大さん。言われてみれば朝礼で指示を出す感じとかキリッとしてますよね。親密というか接しやすいとは思います。はい、面倒見いいのと尊敬できる存在ですね。 LINE のことも知ってくれてやるし、まあ、だいぶ頼っていってる感じです。まあ、俺と同い年だけど、まあ、俺より仕事できて頼りがいのある人です。そんなことないと思います。そんなことないと思います。僕は作業長として現場の作業者の指導であったり安全教育、設備の点検やメンテナンス、トラブル対応と改善提案を主な仕事としています。例えば足場を滑らないようにしようであったり、段差を高くして足場を作ろうであったりとか、そういった小さな改善の積み重ねで昔よりもここが良くなったっていうところがあります。現場を見守る姿は物静か。でもさりげなくスタッフに声をかけて現場の様子もチェック。周りに気使いながら、もう上にも下にも気を使い方をしてくれる。とりあえず話は聞いてあげてるんですよね。できるだけ一緒に考えてあげて、僕が考えたことを実行してあげるようにっていうのを常に考えて改善をしています。ラインが忙しいと見るや、すぐにラインに入って自ら作業を手伝う。人員不足時の応援であったりフォローであったり、そういう時にラインに入ったりしてます。実はめちゃくちゃ話しやすいリーダー。お昼休みはスタッフと一緒に思いっきりリラックス。めっちゃ喋りやすいです。優しいです。リラックス言うとこ壁がないっていうか、みんなもお互い仕事の話したりプライベートの話したりっていう関係ではあると思います。おいとか平気で言ってくるって、そこが僕の唯一の取り柄というかと思ってるんで、仲良くさせてもらってます。先輩後輩の堅苦しい感じまるでなし。この自由な空気が働きやすさにつながってるんです。そんな風通しの良さに憧れて作業種から移ってくるスタッフもいます。おしゃれ OL 的な雰囲気が漂う大谷明穂さんも、もともとは全く違う業種からの転職組。写真で4番でお願いします。受付をして、その後にリラクゼーションで働いて転職活動をしている時に入りました。入ってみて今までで一番総合的にいいかなと思います。ずっといる気です。リラクゼーションからの鋳造。技術部で品質管理を担当する大谷さん。もちろん最初はわからないことだらけ。私はスキャナーで鋳物の形状を測定して、専用のソフトで結果を見ている。入ってから
徐々に教えていっていただいている感じです。1回で分からなくても何回も聞いていいよって言ってくれて、本当に何回も教えてくれますね。もっといろいろしていきたいなって思います。丁寧に指導してくれる先輩のおかげで職場にも慣れ始めた彼女のように、転職組には女性スタッフも意外と多いんです。お昼休みはそんな先輩女性スタッフたちと食堂でランチ。話題はもちろんやっぱり恋愛です。ですよね。気さくに話しかけてくださって、すごい優しい人ですね。もちろん鋳造の現場は簡単な仕事、甘い職場ではありません。しかし一度飛び込めば仕事を学び、サポートしてくれる環境がある。そして何より、より働きやすく、より安全な現場を作ろうと笑顔で頑張る高い意識を持った楽しい仲間たちがいる。さあ、あなたも Y キャットで私たちの仲間になってみませんか？